미치겠다! 큰일 난다! 아이츠 그런가? 여배! 큰일이여 내 라떼를 하얗게 다스켜내또! 気がついたみてえだな。勝手なクリリー。あれ、ここはどこだ？確かクローンが現れた原因を探っていたら急にめまいがして。ダメだ、そこから先は思い出せない。もしかして悟空が助けてくれたのか。 まだ？そっか、いつもありがとな。なんて言って、ほらだってやべえ時はいつもクリリンから全然もらってんだろ。僕、さすがの俺もちょっと傷つくぜ。ところで全く覚えてないんだけど、俺は誰にやられたんだ？クリリン、よく聞いてね。 今、いろいろと大変なことになってるの。というわけなのよ。そんなことがあったんですか。あの16号が生きてるなんて嬉しいけど、俺たちの敵っていうのが。よし、他のみんなも助けてやりたいし、16号の真意も知りたい。 俺も一緒に戦うぜな、悟空。ああ、もちろんだ。ちょっと待った、今のあんたたちはろくに力も出せないでしょ。あっちゃー、すっかり忘れてたな。修行すりゃ少しはマシになりそうだけど、ほらも一人じゃまともに叩けねえし。え、それじゃあ俺は 戦えないってことなんですか？思いつく方法はあるけど、孫くんの中にいる人の協力がいるのよね。というわけで、あんた孫くんからクリリンに移動することはできない？え、悟空の中にいるやつが俺にリンクするってことですか？いいから、二人とも試しに目を閉じてみて。 さあ、そしてリンクしているあんた、クリリンの中に移動して。ん？ホラの中からいなくなっちまったぞ。俺の中に知らない奴が。 リンクする相手が変わったわ。これでみんな戦うことができるわね。なあ、じゃあクリリンが戦ってる間、ほら何もできねえっちゅうことか。リンクできる人は一人だもの。当然そうなるわね。でも仲間が増えるのよ。孫くんの負担だって減るじゃない。確かに悟空だけに頼りっぱなしってわけにいかないもんな。
ともとオラが自分で戦ってたわけじゃねえし、自分で戦えるようになるまで精神修行っちゅうやつをすりゃいいしな。あんたらしい考え方だわ。とにかくそういうことだから、3人ともこれからもよろしくね。